さあ皆さん始まりました。今日の日付2月の11日、今が時間11時ぐらいですね。はい。昨晩米国株急落です。CPI ですね、アメリカ消費者物価指数。これが市場層 7.3% に対して結果が 7.5%。予想を超えてきました。で、それに伴ってアメリカの長期金利は10年債利回りは 2% を超える動きになってきている。で、セントルイス連銀総裁が7月の頭までに 1% ね、利上げしようっていう風にした方がいいんじゃないかっていうことを結構高波的な発言をまたしてきてるんですよ。今回の CPI の発表を受けて。はい。ということは、年内に、この7月の頭までに 0.5% 相当の利上げが入ってくる確率が高まってきてるんですね、今。なので、マーケットは昨晩大きくぶれました。なので、現状の米国間マーケットの動きであったりとか、あとは日経平均先物もね、今400円相当下がってるので、そこあたりの解説をしていきたいと思っています。で、僕のプロフィールに関しては、ツイッターの方に載せてます。元証券マンですね。はい。7年間で、ね、証券会社に勤務していて、最終本店勤務、まあ、社長賞取ったり、準 MVP 取ったりとか、ちゃんとね、結果残してから辞めて、今こういった活動をしています。なので、実務経験をしっかりと積んだもの、まあ、実績を残したものが今情報配信してるっていうところを踏まえた上で、これからのね、僕の話を聞いてもらえるとすごい嬉しいです。なので、まずはですね、いつも通りマーケットの全体像から確認、まあ、チェックしていきましょうか。で、S&P500、ナスダック、ニューヨークダウンともに下落。ナスダックに関しては 2% 相当急落ですね。で、市場のファン心理を表すビックス指数はまた上昇してきていて、24近くまで上がってきている。で、日経平均116円高の 27,695 円で、昨日は引けてるんですけど、今日経平均先物は400円相当下がってます。はい。今回のね、CPI の結果を受けて、連銀総裁の発言を受けてですね。で、中国マーケットは小幅安ですね。上海は 0.02% 下落、ハンセンは 0.05% 下落。で、ユーロストック。まあ、欧州の株式市場も 0.17% 下げという形で、まあ、一応ね、米国株の方が大きく動いてきたと、またね、いう形になっています。はい。じゃあね、今回発表されたニュースですね。それが何だったのかっていうところをちょっと確認していきたいと思うんですけども、見てほしいのはこれですね。はい。これロイターのニュースです。FRB7 月1日までに100ベーシスポイントですね。これ 1% ですね。利上げをセントルイス連銀総裁。まあ、これ、セントルイス連銀総裁が発言してきました。こういった形で。で、CPI ですね。さっきも言った通り、市場層を 7.3% 超えて 7.5% まで上がりました。まあ、40年ぶりの伸びですね。これがね。で、セントルイス連銀総裁が、今回、ブラッド総裁ですね。7月の1日までに、ここですね。100ベーシスポイント、100ベーシス、1% の利上げを望むとコメントしてきました。で、ここを見ると、ブラード総裁の発言を受けて、金融市場では6月末までに FF 金利の誘導目標が 1% から 1.25% に上昇するとの見方が完全に織り込まれました。で、今回のブラード総裁の発言ですね、受けて考えられること、ここですね。まあ、FOMC ですね、7月の1日までに3回あるんですけど、そこで 1% 上げるっていうことは、0.25% ずつ上げても間に合わないですよ。その3回の会合のうち、どこか1回で 0.5% の利上げですね。それが入ってくる可能性があるんですね。で、それがもしかすると3月にね、来るかもしれないと。うん。そういったことが今マーケットでは言われています。ここを見てほしいんですけど、はい。CME グループによると3月 FOMC で 0.5% の利上げが実施されるという見方が完全に織り込まれた。9日時点は約 25% の確率にとどまっていた。また前日まで大半のアナリストが 25ベーシスポイントですね。0.25% の利上げを想定していた。それが完全に崩れたんですね。はい。まあでもここに関してはね、前から CPI の結果、まあどっちに触れてもいいようにリスク管理だけはね、徹底的にしておきましょうということをライブ配信でも散々皆さんの方にお伝えしていたので、ここはね、良かったんじゃないかなっていうふうには僕は思ってます。ここでも正しい。一応ね、マーケットは下げで反応してるんで、今のところは正しいね。一応アドバイスは僕はできてたのかなっていうふうに思ってるので、うん。考え方、予想は当たっちゃったんですね。悪い予想がね、またね。はい。もうね、悪い予想はね、
いいんだけどね、もうお腹いっぱいなんだけどね、もう下がんなくていいよ。もうここからもう株式市場ね、上げてくれた方がみんなハッピーだからね。だからね、もう大概にしてほしいんですけど、ただやっぱし結果がね、こういった形で出てきてしまったので、僕たちは粛々とやっぱしリスク管理しながら、まあトレードしていくしかないですよね。はい。じゃあそういった状況を踏まえて、今ね、米国株マーケットがどういった状態なのか見ていきましょう。まず見ていくのがニューヨークダウですね。はい。ここの動きから見ていきます。で、現状ですね、日足のポジションは一目の影のライン、この赤のラインをまた下の方に下回っていて、下落トレンド形成、パラボリックは上昇トレンド形成中ですね。で、ストキャは加熱気味で、MACD はまだ上昇トレンドを形成してるけど、青のラインがフラット化してきている。RSI、ここは上値の抵抗ラインを抜けることが今回できなかったと。はい。で、現状の日足の位置は、フィボナッチの 61.8% 戻しラインですね。ここのラインで一旦頭を取って下げて、半値戻しラインですね。3万5000ドル近辺。まあ、そこまで下げてると。で、もしね、ここから下げてくるってなってくると、このヘッド&ショルダーが、ちょっと意識されてきてしまう可能性があるので、完璧にここのショルダーの位置一致してますからね。そこは警戒。で、かつ、もし下げてきた場合、25日移動平均線と200日移動平均線のデッドクロス形成ですね。今ね、ボリバーの中央線とこのピンクのライン200日がデッドクロス組みそうになってるんですよ。あとはまあ25日とね、そこ200日がクロスしてくると、ちょっとね、弱気相場入りしてくる可能性があるから、そこだけはやっぱし警戒かな。あとは、ここの下での抵抗ラインですね。はい。この過去のこのライン。ここも割っちゃダメ。ここはもう強烈に意識されてましたから。終値ベースで、まあ移動平均線ごと下の方に向かっていくような動き方してくるとちょっとあれかなって気はします。うん。ちょっとあれですよね。はい。で、アメリカの長期金利に関しても、さっきの言った通り、消費者物価指数の発表を受けて上がってまして、2.033% まで上がってます。で、JP モルガン、6月末までに年初 2% いくだろうって言われてたところから、4ヶ月早くここのラインを抜けてきたんですよ。かなりのペースです。かなりのペースです、これは。想定よりもかなり早い動き方をしてるっていうのがわかると思うんですよね。で、アメリカの2年債利回りに関しても上がってきていて、ここのフィボナッチラインが機能しなくなっちゃったんで、もう消します。ほとんど 1.586% まで上がってるんですよね。で、アメリカの長短金利差ですね。銀行の利ざや部分、まあ、収益源になる部分に関しても、フラット化が進んで下落してます。はい。これアメリカの10年債利回り引くことの2年債利回りのチャートなんですけど、ここもさらに低下してるんで、銀行の収益にとってはマイナスですよね。で、あと30年債利回り引くことのアメリカの5年債利回りのチャートを見ても、これも下がってる。差がね、なくなってきちゃってるんですよ。目先の利上げっていうところが意識されて、短期ものの、短期の債券利回りが大きくね、また大きく、上がっちゃってるからですよね。うん。これはね、またちょっとなんか、あれだなと思いますけどね。困るなと思いますけどね。うん。で、じゃあ今回、ちなみにね、ニューヨークダウンの上下に寄与した銘柄ですね。それがどこだったのかっていうのを確認していくんですけども、上昇寄与度1位はユナイテッドヘルスですね。じゃあ、下落寄与度1位、ユナイテッドヘルス。はい、上昇じゃないですね。2% 相当下がって、ニューヨークダウンをこの一銘柄だけで、75ドル相当押し下げてます。で、その下にホームデポ、マイクロソフト、アムジェン、ビザ。この5銘柄が、下落寄与度トップ5です。下落寄与度トップ5。なかなかね、難しい動き方してますよね。ここあたり見るとね、マイクロソフトがね、また下がってきてますよね。ガーファムの中心が。まあ、ガーファね、ガーファム全体的にね、弱かったんですけどね、昨晩は。そこは、とりあえずそこあたりを確認したんで、まあどういった銘柄がね、上下したのかってところを確認しておいて、そこからね、いつも通りの流れで S&P500 の分析に移るんですけど、S&P500 も昨晩ね、2% 弱下落していて、ボリバーの中央線ですね、この赤のラインのところまで一旦下げてきてます。下げてきている。で、MACD は、ここもフラット化していて、RSI の上値の抵抗ラインですね。ここは抜けることなく再現性がまたちょっと意識されてきているという形です。で、フィボナッチの 61.8% 戻しラインで頭を取って下がってきてるんですよ。うん。
どう動いてくるかですよね、ここあたりがね。で、現状ニューヨークダウ先物って226ドル下がってるんですね。226ドル。で、S&P500 先物も 0.47% 下がってるんで、現状このままでいくと今晩も米国株は下げからスタートするんですよ。はい、下げからスタートする。そういったことを考えると、今の状況だけ言うと、もうちょっとね、ここあたりかな、フィボナッチと 38.2% 戻しラインをちょっと試すような動き方に今晩ね、なってくる可能性ありますよね。ここ見てもね。で、市場のファン心理を表すビックス指数も24までまた上がってきてます。24近くまで。で、マック D がちょっと切り上がってきているので、これがさらにね、切り上がってくるとまたゴールデンクロス形成して、株式マーケット下がってくる確率が高まるんですね。今晩ね、このマック D のゴールデンクロス形成がさらに近づくかどうかっていうのは皆さん警戒してみときましょう。とりあえず、このビックスが24を超えてる。まあ、20を超えてるんでね。マーケットはボラタイルな動きを非常にしやすい状態です。非常にしやすい状態です。で、もしこれね、マック D がまたゴールデンクロス形成してくるような動き方をしてくるならば、次にまた上昇してくるタイミングは、マック D がデッドクロスを形成したタイミングですね。マック D が。そこを見ててください。でね、ちょっとね、来週アメリカの S 九州なんですよね。先物中心でちょっと、なんかブレそうな気もするんで、リスク管理だね。リスク管理だよね、今はね。とりあえず、今回のこの金利急騰による流れがどこで止まるのかっていうのを、慎重に判断しないといけないかなっていうふうには思いますよね。で、アメリカのね、FF レートとかもさっき見てたんですけど、12月までの利上げ回数は 0.25% 毎月してくるっていうふうに考えるならば、1回ごとにですね。はい。7回織り込まれてます。だからどっか 0.5 回するんで、0.5% 上げるっていうことが織り込まれて上がってますよね。はい。で、3月の 0.5% の利上げ確率は、ほとんど織り込まれてる、完璧に織り込まれたっていうふうにさっき言われてたんだけど、ただまだ 1.42 回なんですよ、3月の利上げ回数は。まだ完璧にですね、3月2回っていうところじゃないんですよね。そういったことを考えると、FRB の参加メンバーの発言等を受けて、もしね、さらに 0.5% の利上げっていうところ、高波的に織り込まれてくるとするならば、もうちょっと金利の上昇圧力は3月までに入ってきてもおかしくないかなという状態です、今。目先で言うとね。ただ4月に関してはもう 2.1 回ぐらいの利上げ回数が織り込まれてるんで、まあ、4月は FOMC ないですから、だからまあ基本的には3月 0.5% 利上げっていうところがね、マーケットのコンスタンスに、コンセンサスになりつつあるっていうのは確かなのかなっていう気はしますね、これを見るとね。はい。まあ、そんな感じです。で、次に見ていくのが、セクター別騰落率ですね。セクター別騰落率。そこを見ていきましょう。昨晩どのセクターが一番上下したのか。一番下げたセクターはリアルエステート 2.87% 下落ですね。ここまだ、また200日ラインを下回りそうになってるんですよ。5日移動と200日がね、クロスそうになってるんで。で、下落2がインフォメーションテクノロジーセクター。ここも下げで反応しています。下げで。うん。フィボナッチのライン延長するんですけど、フィボナッチの 61.8% ラインまで戻って、そこから今 38.2% 戻しラインですね。ここまで下がってきてるんですね。またね。で、下落サインは、ユーティリティ。ここも200日移動平均線ラインまで、一気にね、急転直下で下がってます。まあ、これ25日と50日のデッドクロス形成っていうところであったり、5日移動と、75日のデッドクロス形成っていうのが同タイミングで来てるんで、そこあたりも、やっぱし下落圧力を強めてしまった原因なのかなって気はします。で、ここはね、ヘッド&ショルダー出てるんですよ。ヘッド&ショルダーが。うん。1、2、3、4、5、6なんで、ここ割るとまずいです。下に一気に持ってかれる可能性があるんで、ユーティリティは警戒ですよね。で、あとはその、下落3位が、下落4位がここですよね。一般消費債、ここあたりが下がってる。で、あんまり下がんなかったのは、マテリアルセクターなんですけど、ここ 0.57% 下がってるだけなんですね。0.57%。ただし、これ100日移動平均線と25日移動平均線、この黄色のライン同士がデッドクロス組みそうなんですよ。で、上髭大きく伸ばしちゃってるんで、ちょっとあれですよね。で、エネルギーセクターも、まあ、ここはちょっとまだ、ウクライナ情勢次第でわかんないですけどね。
上がってくるかもわかんないんですけど、とりあえずそのバンドークで日柄調整が入ってるんで、あとパラボリックとマック D が下落トレンドを形成すると、もうちょい調整、ボリバーの中央線まで下がってくる確率はある。で、今、マック D は下落トレンドを形成したんで、あとパラボリックが入ると、まあ、いよいよね、ちょっともうちょっと調整、目先の短期的な調整が入ってきやすいかなって気はしますね。で、下落サインが、あんまり下がってなかったところですね。3番目に下がってなかったところは、フィナンシャルセクター。まあ、金利が上昇してるんで、ここはね、若干増し、まあ、高値圏内に揉み込んでるけれども、マーケット全体の売り圧力に押されて若干下がってるとね。そういった形ですね。はい。じゃあ次に見ていくのが、ナスダックはどうなのかっていうところなんだけど、ナスダックは 2.1% 下落ですよね。はい。で、ボリバン25日移動平均線かな。ここあたりのラインで一旦頭を抑えられて、ちょっと上髭伸ばして下がってしまってると。まあ、見ようによっては、まあ、ダブルトップに見えるんでね、ここ。ネックラインのここあたりを下回ってくるとあれかなと思うんだけど、5日移動平均線上までの軌道修正が入ってるだけなんですよ、一応。なので、5日移動平均線が切り上がってきたらいいんでしょうけどね。ナスダックのビックスはでも上がってるから。マック D は少し傾斜が緩やか、まあ少しね、緩やかになってるっていうか、フラット化してきてるんですよね。ここ次第、ここの動き次第。で、ソックス指数はちなみに 3% 以上下落ですね。3% 以上下落。で、ここも、50日移動平均線と75日移動平均線のデッドクロス形成が見えてるんで、ここでのリアクションを見ないといけないかなって気はします。フィボナッチラインで言うと 61.8% 戻しラインで頭打って下がってるって感じですね。ここまだ5日移動平均線は上向きですよね、一応ね。うん。一応上向き。ラッセル指数 1.55% 下落。ここはフィボナッチの半値戻しラインですね。ここまで上がって今下げてると。ここも5日移動平均線までの軌道修正が入ってるだけ。ただし25日移動平均線はまだ軌道は下向きなんで、まだ落ち着きを取り戻してはいないという形。で、個別銘柄ごとの動きを見てみると、一番登録してる中で下がってるのが AMD ですね。アドバンストマイクロデバイス。ここが昨晩 5% 以上下げてきてます。下げてきている。100日移動平均線ラインが頭になってますね、今ね。この黄色のラインが。で、アドビ 5% 下落。これね、下掘ってきそうですよね、少しね。アドビ見ると。特にここの移動平均線同士のデッドクロス形成。これ100日が黄色で、75日が水色、200日がピンクなんですけど、ここのデッドクロス形成が見えてるんですよ。ここは下押し圧力入りやすいんで、警戒。あとは、アムジェンであったりとか、まあ上がったんですけどね。ここね、決算後にね。それも言ってこいで、ちょっと2日連続で下落。で、NVIDIA も100日移動平均線内に一旦頭を抑えられると。AMD と一緒ですね、動きはね。で、GAFAM はどうなのかっていうと、マイクロソフトは 2.84% 下げです。で、ここの50日と100日のデッドクロス形成が目前に迫っているでしょ？うん。Apple。2.36% 下落。ここも、一目の雲の中、この緑のエリアの中に入ってしまったんで、今、相場の転換点入りしました。相場の転換点入りですね。ちょっとこういった形になってくるとすぐに上がってこないとまずいんだけどね。アルファベット 2% 下落。ここもまた一旦決算後急騰してから下げて200日移動平均線近くまで来ちゃってる。これね、25日移動平均線と黄色のラインとピンクのラインですね。200日の距離感近いんでデッドクロス組んでくるかどうか見るべきだと思います。はい。アルファベットこんな感じ。アマゾンはどうかな？アマゾンは。アマゾンも 1.36% 下落。50日移動平均線ラインで下がってるけど、ここはまだ5日移動平均線上までの軌道修正が入っただけですよね、ここはね。アマゾンは下落でしょ？メタは？ 1.69% まだ下落。ここは下張ってるんで、なかなか上がりにくいっすよね。ガーファムはこういった状態。で、為替は？
ドル円。115円の90銭台近辺で水中ですね、今ね。115円。まあ、金利が上がったんでね。アメリカの長期金利が上がったんで、まあ、こうなりますけどね。もちろん。下落。ハンセン。中国マーケットですね。ハンセンは 0.39% 下落。ここはあんま下がってないね。ハンセン指数はね。ハンセン指数はあんまり下がってない。中国マーケットは下がってない。じゃあ、上海は0.16% 下落中、上海は。ここもあんま下がってない。中国マーケットは比較的穏やかに今推移してるかなって気はします。で、ビットコインがちょっとね、大きく上げた後に下がってきてますね。525万ぐらい超えてたんですけど、530万ぐらいまで上がってたんですけど、今そこから500万また割り込むような動き方してきてるんですよね。ゴールドは1825、そこまで上がってるわけではない、少し下がってきている。銅先物、ドクターカッパーですね。これ景気の先行指数なんで、あの銅先物が上がっていくとやっぱり景気の先行きっていうのは明るいよっていうふうにね言われる、まああの指標の一つでもあるんですけど、ここは上がってるんですよね。このあたりは問題ないかなと思ったりするけど、でも日経平均先物が今下げてますからね。日経平均先物が。ですね。今これですね。日経平均先物。27,380 まで今下がってます。で、CME の方は、466円相当下がってるのかな。ここからさらに150円下の27,230円で動いてるんですよ。CME は。で、CFD の方は、11時22分時点で、472円安ですよね。ニューヨークダウ先物も、34,975 ドルまで下がってきてる、下がってる今のところ。まだ完璧にね、やっぱしその、どっちに触れるかっていうのは FRB 交換、の交換のね、発言次第でまたちょっと変わってくるかもわかんないんですけど、株の天敵はとりあえず金利っていうところですよね。特にグロース株にとっては、ネガティブな印象を与えがちになる。なので、やっぱしリスク管理優先で、フルポジっていうのはできないですよね。この相場の環境の中ではね。いつまた金利が大きく上下にブレてくるかどうかわかんないんで、はい。場合によっては、もうちょっと、ね、アメリカの長期金利も上がってくる可能性ありますからね。2% の節目突破したんで。節目ですから 2% は突破したんで。あとはビックス指数ですよね。これが今晩また、切り上がってきていて、ゴールデンクロス、マックリが形成して、上昇トレンドを形成してくるようなら、また、マーケットは荒れやすい試合に様変わりしますから、そこあたりも踏まえた上で、備えるべきかなっていうふうに思います。まあ、とりあえずね、僕のね、配信とか聞き続けてくれてる方は、もうポジション調整はほぼほぼ終了してるっていう形で、アンケートもらいましたからね、昨日のライブ配信でもね、アンケートを取ったんですけども、半数以上はね、もうポジション調整は完璧に、もう済んでますよ、みたいな感じで。はい。アンケート結果も出てますから、そこはね、ほんと良かったな、っていうふうには思ってます。まあね、これね、昨晩だけ下がって、今晩をね、切り返してくれたらね、一番いいんですけどね。皆さんにとっても、一番いいんですけどね、僕にとってもやりやすいんでね、そっちの方がね。いいんですけど、はい。まあ、とりあえず、こういった状況になってしまってるならば、一応その悪い予想が当たってきてしまってるので、しっかりとまあリスク管理は継続で、またチャンスをまあ捉えていけばいいんじゃないかなと思います。まあ、僕はもう基本的にはまだこういった状況だったらデイトレでね、ちょっと稼ぎに行きたいなっていうふうに思いますね。はい。なのでまた動きがあったらですね、すぐにですね、YouTube であったり Twitter で情報配信していくので、よかったらですね、皆さん僕のチャンネル登録と、あと Twitter のフォローですね、しておいてもらえたらすごい嬉しいです。はい。で、今回の昨晩の米国株の動きを踏まえて、皆さんの感想も、どんどんコメントの方にください。はい。それ僕、すごい今、参考にしてますんで、いつも言ってるんですけど、コメント残してもらえると、すごい嬉しいです。あとね、メンバーシップでテクニカル分析の勉強会もしてますんでね、もし今以上に力をつけたいっていう方がいたら、よかったら勉強してみませんか？一応ね、すごい、良心的な価格設定でやってるので、お試しプランもありますからね、シャープ1回、一番最初にやった動画も500円で見れるような形で、まあ、それ見て、もし過去の動画ね、見たいなと思ったら、まあ、アップグレードしてもらっても全然構わないですし、最初からね、もう VIP になって全ての動画、一部を除いて全ての動画を見るっていうのもね、
はい、全然構わないんでね、そこあたり皆さんにお任せします。というわけで、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。とりあえず今晩ですね、まだ、23時ぐらいからライブ配信するので、そこで皆さんお会いしましょう。今日も一日、お疲れ様です。